はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで。あ、竹内じゃないですね。今週はね、あの、神内と呼んでいただけるということなので、皆さんね。はい、神内と呼んでいただきたいんですけど、はい、CBC 社ね、本命対抗で的中ということで、まあ、なかなかの、 もう春のじゃない,いや、夏のね、いきなり大ビッグボーナスからのスタートの、え、7月となりました、下半期となりましたが、まあ、あればあれでね、当たっても散々楽しんだので、一回置いといて、はい、まあまた今後どうやることありますけど、まあ一回置いといて、七夕賞はい、星に願いを、え、叶えてくれるのか叶えてくれないのか、まあ雨っていう話ですけどね。 織姫と彦星は会えないかもしれませんけど、えー、僕と皆さんと、僕と皆さんがですね、えー、いい的中馬券に出会えるように、今週もやっていきたいと思います。で、えー、まずはですね、福島の芝の2000メートルとクッション地別、芝別の話になっていくわけなんですけど、まあ、ここはそんなにね、あのー、濃厚な内容はないんですけど、クッション地8.6以上となっております福島はクッション地、普通のところより低いですからね。なんですけど、先週ね、雨、雨,雨、雨ときて、でも土曜のクッション地8.8もあって、 なら日曜日9.0超えちゃうの久しぶりだね、福島で。みたいな。ノリでいたんですけど、8.8で据え置きっていうことなんで、8.8ぐらいなんですかね何事もなければ。そういう感じのババになってんのかなみたいな風にね、ちょっと思っちゃったんですけど、えー、まあ、こっちで見るとボス少ないですけど、まあスクリーンヒーロー3個の成績がいいですよね、というだけぐらいですね。はい、あんまり、うん、そうですね、使い道はないかなと思うんですけど、 クッション時8.5以下の方なんですが、えっ、ー、と、まあ、こっちもスクリーンヒーローサンクがいいっていうか、こっちの方がスクリーンヒーローサンクいいですね。はい。で、成績悪いのはディープサンク、まあ、ボスが多いから仕方ないかな、逆にっていうね。あの、同じレースにいっぱい出てたりするので、という、あの、かば方もあるんですけど、でも3勝しかしていないっていうのはね、かなり少ないですよね。まあ、あとは、まあ、ドラメンディサンクが悪いとか、そういうのもいろいろあるんですけど、このぐらいのボスだったら、まあ、そこまでね、深くあの考えなくてもいい部分なのかなとは思うんですよ。 で客室の方が割ととんか面白いなと思ってて、えー、もちろんあの福島の島 2000m の話をしているわけなんですがクッション時8.6以上の成績ですね逃げた馬がですね、あのー、勝率が18.2%、えー、副勝率が45.5%。 まあ当然成績はいいんですよね。で、先行した馬がいい。ね中段、まあ後方は結構きついなというところです。上がり3ハローの上位かどうかは別にそこまで意識しなくてもいいのかなと思うんですけど、もちろん成績はいいんですけど、普通もっとね、良かったりしますからね。なんで結構ポジションの方が重要かなと思うんですよ。こっちの場合は。 で、あの、クッション値が下がった時ですね。8.5以下の福島の時の、逃げた馬の勝率が5.3なんですよね。38頭いて2勝しかしていないって、これかなり低いと思うんですよ。副勝率も15.8ですから、うん、激低ですよね。えー、クッション値が8.6以上の時の勝率が18.2、副勝率が45.5ですから、もう大幅に成績が悪いんですよね。かといって、じゃあ前がダメなのかと言われたら、先行している馬の成績がその分伸びてるみたいなね。うん。 感じで、まあ中段からの馬もね、検討しています。後方からは相変わらずダメと。で、かといって、やっぱ上がり3波の馬1位の馬いっぱい勝ってるんですけど、そいつは30.6程度。40、50のコースもいっぱいありますからね、っていうことになるので、なんでしょう。このクッション値が高めだったら、まあ逃げ馬はとりあえず抑えておきたいよねっていうところが、クッション値が低くなった瞬間に逃げ馬買うの結構怖いよねっていう、そういうイメージに変わるコースなのはとてもなんか面白いなと思います。で、雨さえ降らなければ、 まあ前者になるわけなので、あれなんですけど、僕はこれ見たら、あの、なんでしょう、クッション時8.5以下の方が、馬券的には面白いよな、っていうふうにはね、思うんですけどね。で、面白いのは、このコースと長距離、リットのハンド時計なんですけど、これね、パッと見るとね、あの、早い時計ダメなのかなって思ってしまう錯覚をするのが、この50秒から51秒台。 ここの成績がね、勝率ゼロ、副勝率ゼロなんで、0000ってなっちゃってるから、あって思うんですけど、でも9頭しかいないんですよね。はい。で、えっと、まあ見ていただければ分かるんですけど、52、3秒台、54、5秒台の成績いいんですよ、とても。で、えっと、まあ、いまあ、例外的ですけど、49秒台以下のね、馬が1頭勝ってるっていうこともあるので、おそらく、 50秒台、51秒台の馬がもっともっと母数が増えれば、まあ、少なくとも倍でいけるかもしれませんが、3倍ぐらいまでいけば、確実にここの成績も良くなってきてるんだろうなっていうことが推測できるので、立刀の反路が早い馬っていうのは一つね、あの、このコースで馬券を買う上ではチェックしておきたい部分だと思うんですね。で、そんな中で特にこの見保反路が工事中っていうこともありますから、やっぱり立刀馬で反路が早い馬っていうのが結構狙い目になってきてもおかしくないなと。 で、その立冬反応の時計のラップ別の成績なんですけれど、まあパッと見てあれなんですけどね、だから11秒台があるラップの馬は、まあ、まあ、あの、ボス少ないですけど成績は良い。し、えー、っと、2波論1波論12秒台でまとめた加速も減速もまあ成績は悪くないじゃないですか。良い,い方ですよね。 どうしてもやっぱり2波論のところだけ12秒台で姉妹減速している馬というのは成績は悪いんですけど、どこのコースでも。ただ、ここで言えばね、副勝率で言えば一番なぜか高いっていう。これはまあそのうち下がっていくかなと思うんですけど、で、姉妹のみ1波論、じゃないですね、姉妹1波論のみ12秒台の加速ラップ、勝率がね13、13%まで高いっていうこともあるので、 こっちのラップの方も気にしつつなんですけど、えっと、反路時計がまず早いかどうかっていうところは一つ、重要なポイントとしてね、あの、追い切り時計であったりとか、もうすでにね、日曜日に反路で早めの時計出してる馬いるので、その辺のチェックっていうのはしておいた方がいいんだろうなと思います。次、リッドウッド組なんですけど、まあ、あこうしてみると、そんなになんか差ないですけど、まあ、しま11秒台のところはね、処理が11%パーあったりするので、もうウッド組だったら、 うん、もう最低限、やっぱり姉妹は早ければ早いほどいいみたいなね、そういうイメージを持っておいた方がいいのかなと。で、見本に関しては、もともとウッド組がそんなに良くないんですよね、ウッドの姉妹が11秒台あって、正直が5.7しかないという、このコースに向かっていく上えで、見保の販路が回収中であると。 で立党に関してはもうそもそも立党馬の方がいい,いい結果を残しているのに立党の販路の早い馬っていうところの成績がいいっていう構図になってしまうのでやっぱ関東馬関西馬っていうところで言うと、まあ、また関西馬の方が、うん、狙いやすいというかね特にこの販路工事しているこの4か月間はもうずっと言えることかもしれませんけどとりあえず10月まではやっぱりね成功到底がもう あの、競馬界の歴史の中で一番高くなってもおかしくないのかなっていう時期ではありますね。これがまた10月になったら、あの、一気に、えー、東がね、えー、見本の方が巻き返してくるっていうところは推測できるんですけれど、今のところはかなりね、不利ですよね。これでウッドの成績が良いコースだったらまだいいんですけど、そうじゃないので、この点はね、かなりあの、なんだろうな、意識した方がいい部分かなと思いますね。 で、コース特注調教ですが、えっ、ー、と、まあ、これまでにね、紹介した福島の芝2000メートルからちょっとリニューアルいたしました。えー、リトーハの55秒台以下で、はい。で、これはね、全体が早いほど高成績というイメージをしておいてください。はい。で、姉妹2波論1波論で加速。 もしくはもう誤差範囲で0.1秒差ぐらいまでの減速なら合格点ということで、あの、いつもだったら時計プラスラップ6種ですね、先ほどの、あれを使うんですけど、反論の時計の方が重要な傾向があるコースなので、ちょっとこのしまいに波論1波論の部分だけ、はい、ここの加速か、 あの、豪快に、あの、なんだろう豪快に減速って言い方も変ですけど、あの、思い切った減速をしていない馬っていうところ、そこを狙っていくのがベストなので、こういう緩い条件にしておきました。はい。勝率が13.4%、副勝率が30.2%、単回収179%、副回収101%、過去5年。で、えっと、母数計算ではなく、レース単位の計算、えー、計算ですね。うちのチャンネルではよく言いますけど、えー、っと、例えば同じレースに10頭出走馬が出ますと。この10頭が同じ特徴を持っていました。 はい、例えば半路で全ての馬がじゃあ53秒以下でしたと、でそのレースをあ後から振り返った時にですね半路で53秒以下の馬の成績が勝率10%になっちゃうんですよね、10頭いると。 うん。で、そういうレースが、じゃあ10レース続きました。で、このコースは10レース連続で、もう過去、過去10レース全てが半路53秒台以下の馬が勝利しているというのにも関わらず、勝率10%という表記をする。それが母数ベースの計算ですね。いわゆる、まあ僕も使いますけど、あの、メディアの方がよく使う数字です。じゃなくって、レース単位の計算っていうのは、まああの、 該当している馬が1頭以上いるレース、1頭、2頭、3頭、4頭、いろんなパターンありますけど、1頭以上いるレースにおいて、1頭以上がっていう計算ですね。要は、レース単位の計算というのは、馬券単位の計算という、よりあの、現実に起こっている、現場で起こっていることを元にした数字だと僕は、思っていつも紹介しているんですけど、このケースだと、勝率が31.8%、副勝率が57.6%ということで、 福島の芝の2000メートルにおいては、リットの歯の55秒台以下で、ラップのしまいに歯の1歯ので加速もしくは誤差範囲で0.1差まで減速っていう馬が、一、えー、1頭以上いるレースにおいての勝率が31.8%ありますよと。31%の確率でこれまでどの、どれかが勝って、いずれかが勝利している。で、えー、っと、57.6%は、まあ、あの、6割近いレースで1頭以上は和圏内に来ているということになりますので、この高速中長距は、あの、覚えておいた方がいいのではないかなと思います。 はい。まあ、そんなわけでね、最近視聴者様が増えているので、ちょっと丁寧に説明させていただきましたが、気になる馬のね、コーナー行きます。まあ、これ、あの、気になる順に、あの、なんでしょう、紹介しているわけじゃないので、その辺はですね、あの、勘違いしないでいただければなと思うんですけど、まず、フライライクバード。 えっと、まあ、出れるかどうかというところは、ま、抽選になるはずだと思うんですが、えー、っと、まあ、スクリーンヒーロー3区のでも最初に紹介したいのというところですね。クッション値問わずに好成績が良いスクリーンヒーロー3区なんですが、また週末が雨のような、まあ、そんなに降らないような雨のようなっていう天気の予報に今どこなってます。で、先週のクッション値を参考にすれば、まあ、今回戦の福島は基本的に高めかも。福島としては高めかもと。先週が8.8なのでということなんですけど、フライライクバードの過去の成績を見ると、クッション値10.5以上2回走って1着1回、2着一回。 うん。で、9.5から10.4、高めですね。5戦して1勝うーん、2着1回、3着1回ですか。はい。馬券が2となっております。で、8.6から9.4、まあ低めですね、えー。低めになっている時の成績が5戦して、えー、3着2回ということになっておりますので、クッション値が高い方が高成績だなっていう感じなんですよね。だったら、福島の高めでも OK なのかなと。うん。 ただ、全体的に見て高めじゃないとやっぱプラスの,、ね、あの影響がないのかなっていうね、やっぱ10.5以上で馬券街がないっていう、ね、ところもありますので、福島の高めでもいいのか、うん、それともそうじゃなくても、普通にクッション値として当たり前に高いところじゃなきゃだめなのかっていうところの判断が難しいというね、そんな馬になっております。 で、このま、フライライクバードって別にその追ってガンガン伸びるタイプじゃなくてね、先行して抜け出すタイミングが難しいっていうか、そんなにあの、しまい足がなかったりするので、割とやっぱ追い出し我慢しますよね。我慢して、で、あんまり伸びてないように見える。で、なんか負けちゃうみたいな批判される。でもそれがベストっていう競馬の馬だと思うので、 やっぱりパンチ力が弱い部分に関しては変わらないと思うんですよね。で、クッション値がやっぱりそういう、こういう馬だからクッション値が高くて、前があんまり止まらない時の方が構想できるんじゃないのかなっていう、それがさっきの数字とこの馬の特徴を掛け合わせて考えられることかなと思います。ただその福島の芝2000メートルに関しては、クッション値が低い方が、あの、先ほどもね、お見せしたみたいに逃げ馬の成績が下がるんですけど、先行馬の成績が上がるということもありますので、スクニヒーローサンクであることはね、その傾向気になるんですけど、 ま、このね、あの、馬にとっての福島のベスト条件の予測が難しいと。高めの方が走っているけど、低めの方がこの馬には合いそうだなっていう。でもこの馬自身は低め苦手だよなっていうところがあるので、すごくね、難しいんですよね。どっち、なんだろうなそ、その、どっちの可能性もあるので、そのどっちの可能性を、なんだろう、どっちかを取らなきゃいけないっていう。 うん。しかも推測できる材料があんまりないので、そこがちょっと難しいですよね。だから僕はあのー、抽選通らないでくれた方が気持ち的には予想がしやすいなとは思ってます。はい。どっちのケースでも逆に走るってパターンもありますからね。 まあそんな感じでね、こういうあの感じでなんかあのー、まあ、ちょっともしかしたら他のチャンネルさんとは違うのかなっていうようなあの、馬へのまあ考え方とか見方とかをしてね、えー、皆さんとね、楽しんでいくチャンネルでございますが、えー、次フェングロッテンです。これがブラックタイド3区ということで、はい。ブラックタイドの3区らしくですね、クッション値別の成績が露骨ですということで、はい。えー、クッション値9.5以上、えー、6戦して0勝2着1回3着2回。 8.6から9.4、5戦して2勝2着2回3着1回。8.5以下2勝して、2戦して1勝3着1回ということで、はい。あの、クッション値が高い時のね、9.5以上の時にある2着1回はこれ未勝利戦のことなので、えー、で、クッション値が低ければ全部化けないということで、まあ、この北三ブラックと同じようなこの成績ですよね。前にもちょっと触れましたけど、 本当に面白いです。はい。この、この筋はね、このブラックタイトルとか北三ブラックタイトル、この筋は本当に面白いなと思うわけなんですけど、 まあ、このフェーングロッテンがですね、ちょっと覚醒してきたなっていうふうにね、最近また言われたりしているのを目にしたんですが、いや僕からするとまたね、あの、うーん、そうですね、ブラックタイドであったり、フェングロッテン本人であったり、たさんブラックとか、まあその辺のファンの方とかにはまた怒られちゃうかもしれませんけど、やっぱ近年のね、週末やたら雨が多いっていうところですかね、平日にも多い。それに救われているパターンの可能性も、これ例によって高いんじゃないのかなと思うんですよね。 ま、金層はね、逃げて構想してるんですけど、クッション値が中京で9.0、金古庄、なるお、記念が阪神で9.1ということで、まあ、この二つの競馬場で考えれば低いですよね。うん。で、もちろん福島競馬場は他の競馬場よりもクッション値が低い傾向にあります。えー、それでも先週雨の後に8.8ということで、福島競馬場の平均よりは高めである点は少々気になると。はい。そっちを取るのかどっちを取るのか、この馬です。はい。この馬もですね、フェン、あの、先ほどのフライライクバードと同じで、 それでもね、やっぱクッション値が低ければ全部馬券内になってるんだから、福島だったらもう買うという考えもありだと思うんですよ。でも福島ってクッション値がじゃあ9.5以上にはなることはほぼない、起こり得ないと思うので、そこが難しいところですよね。だから事実はあるんですけど、福島だからっていう目線を用いるのか、そうじゃないのか。 全体的に広く見るのかっていうとこの,このね自己判断が非常に重要になると思うんですよ。これもちろん僕もこれ今週末直面するんですけど、この自己判断に。で、もう一個あの問題点があって、福島の芝の2000メートルはクッション値が高めの時に逃げ馬が高層して低めの時に逃げ馬が潰れているっていう、あの、結果はさっきお見せしました。で、フェイングロッテンからすれば、ま、本人的にも、えー、 ブラックタイドサンクっていうところからしてもですよ。クッション値は低ければ低いほど歓迎、歓迎だと思うんですよ。なんですけど、この3戦みたいにフェングローテン逃げるのであれば、ね、逃げて重症で結果残してきてますからね、逃げたい気持ちあるでしょう。逃げるんだったらでもクッション値高い方がいいんですよ。コース的には。このフライライクバードと、バードと逆のような感じでですね、大きな大きな矛盾点っていうものを抱えちゃってるんですよね、フェングローテン。 で、あの100%最高の状況っていうのが存在していないっていう点も気になるなと。まあ、あのうちのチャンネルの見方ではですよ。うん。で、最近は僕ね、あのうちのチャンネル、ここ2週ぐらいかな、少なくとも見てくださってる方は、100%の条件っていうのを僕、狙っていくじゃないですか。人気すね。えー、えー、スルーセブンシーズンもそうだし、うん。 えーっと、サンキューガもそうだし、ジャスパークローナーもそうだし、はい、そういうとこ狙っていくじゃないですか。そういう意味で言ったら、こういうね、もう、童話がいても100%っていう状況がない。うん、こういう馬で、まあ人気がある馬っていうのはやっぱ嫌いたいなとは思うんですよ。ただし、あのー、昨年のラジオ日経賞のですね、ような競馬ですよね。この馬からしたら、まあ先手を取って走るっていう。そっちを選ぶんだったら、 うん何でしょうかそのクッション値がですね、えっ、ー、と、高い時に逃げ馬が構想している。で、低い時に前が潰れている先行馬がいいので、クッション値が下がってくれた方が、まだいいのかなって。そこで逃げるっていうチョイスをしなければ、ね、2番手、3番手でも走れると思いますよ。この馬、いい馬なんで。うん。ということをしたら、あっさり勝つっていうか、圧勝まであるかなと思うんですけど、逃げにもうガチガチにこだわっていくのであれば、 100%最高の状況がない矛盾点を抱えていると。そんなようなイメージの馬になってしまうので、まあその辺がちょっとね、どういう風うに予想するか。まああの僕も皆さんもですけどね。えっ、ー、とまあフェングロテン以外にもまあ前に行きたい馬いますし、そっちにまあ先にあの、行ってもらうのか。 うーん、どうでしょう。えー、そうじゃないのか、無理しても行くのかと。で、フェイングロッテの方が逃げには最近こだわってると思うんですよね。逃げにこだわ、逃げたいけど、まあ、逃げれたら逃げたいけど、そこまでこだわってないよっていう馬の方が多いと思うので、これおめおめとですね、押し出されるようにフェイングロッテが行ってしまうパターンでも結構しんどいパターンはあるのかなっていう感じですよね。クッション値が低い時に。はい。 で次です、えひとですがあの、登録馬のうち11頭がですね、福島競馬場の経験があるんですが、クッション値が高めケースの福島競馬場っていう、この条件で勝利したことがあるのはえひと1頭となります。馬券内の馬も他にいないんですよね、実はね。はい。で、昨年の七夕賞を勝利したえひとということで、えー、まあ,あの、ディフェンディングチャンピオンという立場になるわけなんですが、勝原さんでしたっけね、昨年ね、その騎乗してましたよね。で、えっと、 その、昨年の七夕章のクッション値が8.8なんですよね。で、福島としては高めであると。で、先週の金曜雨、えー、土曜8.8、土曜晴れ、日曜も8.8っていうことで、まあ、何事もなければ、あとちょい雨ぐらい降ったぐらいだったら、去年と同じぐらいのクッション値が基準になるのかなっていう。今年も同じような、ね、全く同じような感じになる可能性はあるかなと思うんですよ。それはまあ、やっぱ実績があるのでね、昨年の絵人としてはまあ歓迎なんじゃないかなとも思います。 で、いい人に関してはね、あの、他の競馬場の成績見ると、クッション値9.8以上で6戦して3着1回。極端に高くなってくるとダメなんですよね。でも、でも勝ち星は9.4から9.7に偏っていて、連帯は9.2から9.4なんですよね。だから、ね、勝ち切るときは普通かちょい高か。で、まあ、あの、割と構想してるギリギリの範囲がちょい低くぐらいな、えー、そんな範囲内と。なるので、 まあだから低めのところでも、他の競馬場でも9.2とか対応してるなら、福島で8.8ぐらいだったらいいんじゃないのかとかね、あとはまあ高め、勝ち星が勝てうのは9.4から9.7、普通の競馬場でいうと真ん中からちょい高め、で、福島でクッション値が8.8、8.7ぐらいだったら、やっぱ福島の中では高めだけど、9は超えてないみたいなところで考えると、福島の高めっていうのは、実際に相性が良い可能性もあるのかなと思います。あとはですね あの、先週のジャスパークローネで、まあ思い知った、また改めてね、あの森先生の話、思い知ってくださった方が多いと思うんですけど、もう森9社は反論が早いのは当たり前なんです。当たり前で別にそこで勝てたら負けます。じゃなくて重要なのはラップが綺麗かどうか。ある程度53秒台とかね、ある程度のタイムがある中で綺麗なラップを刻んでいるかどうか、それだけを買い続けたらとりあえず勝てますよっていうプラス収支になりますよって、 ま、一年ぐらい前にも行ってましたからね、よくね。一年ぐらい前からもう一年間で100回ぐらい行ってる話なんですけど、えヒトに関しては、えひとに関しては、しい11秒での加速で6戦して1勝2着2回3着1回と、高成績ですね。で、他の加速ラブでも買える馬ですし、しかもね、この福島の芝の2000メートルがそのコース的には速い方が、ま、高成績プラスアルファっていう成績があるというのはさっき、あの、掲載しているので、 もうあの、いつも通りの調況だったら文句なしなんですよ。はい。ただ日曜日にね、54.6で姉妹12.1出してるので、追い切りのとこだけちょっと緩める可能性もなくもないんですけど、まあ森先生だし、先週のイメージもあるし、結構バッチリやるんじゃないかなとは思ったりしています。はい。で、仮にウッドできたとしても日曜のこの販路が、うん。えー、っと、まあ街頭みたいなものになってきますからね、コース特注の。なんでその点でも買えるし、 もちろんバチバチの調教でもいいんですけどだから今週は何でしょう2週連続森先生のところが案外勝つっていうパターンも全然あってで先週はあのバチバチの調教の馬が逃げて勝ちましたよと。 で、今週は、その、バチバチの調教の馬が、コース相性もいい状況で逃げてか、あの、刺して勝ちましたよっていうね。そういうなんか、あの、結果的にはなんか、馬は表と裏だけど、やってることは同じですよっていう。この厩車はやっぱりこのパターン強いですよっていう形を見せつけるような結果になると。そういう可能性もね、十分にあるんじゃないのかなっていうふうにはね、思っていたりしております。 次に、セ雲ウンハーデスなんですけど、まあ、リットの反路組が高成績のコースと、先ほどから言っていますが、で、まあ、反路が多い馬とか、成績が良い馬をチェックすると、割とね、あの雲、セーウンハーデス気になる馬で、ウッド調教の時もあるんですけれども、構想が多いのが反路調教の時であると。タイムも割りかし早めであることが多いですし、あの、まあ、この橋口慎介厩舎ですね。ここはね、あの、まあ、そんなにめちゃくちゃ成績いいわけじゃないんですけど、 あの、回収率の部分ではね、早めの時計の方が基本的に成績良いので、そういうところもまあ噛み合ってくると。で、日曜日にもう反時計は割とね、満たしていたりするんですよ。え、日曜日っていうのは7月の2日ですけど、55.4秒、えー、15.3、13.9、13.3、12.9の加速ラップ刻んでおりますという状況です。あと、追い切り楽しみですね、っていう感じなんですが、 まあ僕は反路希望かなウッドだとちょっとどうかなと思うんですけど、はい。で、クッション値別の大きな成績差ないんですけど、2層前がクッション値9.4で勝利、前層6.2っていうね、あの、まあ、地獄の新潟みたいになってましたけど、あの異例の低さで2着ということで、まあ、花にはこだわらなくていいまでもありますし、まあ、今回は低めの方がね、良いイメージにはなるかなというところですね。はい、あの、2番手から行って、先ほど言ったフェイングロッテンが前に行ってるような感じだったらね、 まあちょっと面白い競馬にはなるんじゃないのかなっていうふうには、えー、思いますね。はい。次に、帝王ソラネルなんですが、あの、まあ、3連勝中ということで勢いがあります。で、すごくね、面白いですよね。あの、3走前1勝クラス、川原田騎手54キロで逃げて勝利。うん、まだ実力はわかんないなと。んで、クラス上がりました。えー、川田騎手騎乗で、えー、逃げて圧勝、金力56。 で、前走が岸和田ステークス、筋力58キロで浮上角機種で刺して勝利というところで、まあ、筋力増え続けて、相手もね、あの、クラスが上がっていく中で、競馬内容を変えての勝利は面白いなと思います。ただ、その3戦でね、負かした相手のレベルには非常に疑問符がつくので、 まあ今回はかなりね、試金石になるレースですよね。ポンポンポンって来てしまって、この辺でそろそろでっけえ壁にぶち当たっても何にもおかしくないかなと思うんです。で、クッション的には高いところの方がいいのかなと思う成績なんですけど、いかんせんこの低いところであんまり走ってないので、まあ、それも未知数であると。 あと、その気になるところで言うと、調教部分ですね。当該種の反ロ時計の最速時計が55秒台以下の時にしか1着になったことないんですよ。で、芝に限定すると5 0 0 4勝なんですよね。うん。その点がね、すごく気になります。反ロが早い時に芝で無条件でこの馬勝ってんだな、みたいな。それぐらいの結果になっているので、まあ相手の強い弱いとか、まあその変化とか、そういうもの今回ありますけど、 状況の部分だけそこを満たしてくれていたら、まあ、あの、なんでしょう。買ってみてもいいのかなと思います。そこを満たしていないで、うん、この相手関係で3連勝してきたからって言って、ちょっと注目されて人気がね、あの、買う人が多いようであれば消したいかなっていうとこですからね。えー、なので、まずはちょっと追い切り待ちっていう感じですね。 で次にバトルボーン。はい。えー、シルバーステトの参考ですけど、これも。あのー、今年ね、初戦となるわけなんですけど、新馬戦で2着、2年前ですかね。あれがもう2022年。あ、違う、2021年ですね。はい。新馬戦で2着になってます。その時の勝ち馬がダノンベルーガです。はい。で、ダノンベルーガに負けてから、えー、未勝利、勝クラス、そしてシンボリクリスエスカップ、そして前走ウェルカムステークス、4連勝ということで、 まああの2022年は4連勝負けなしで終わったと。要するにまあダノンベルーガに負けただけの馬なんですよね。そんだけでもなんかすごい馬だなという感じはするんですけど、この馬がね、あのめちゃくちゃ魅力的な部分があって、最後の最後になんか一つ上のギアがあると。で、一つ上のギアっていう表現すると、まあいろんな捉え方があると思うんですけど、他の馬よりもすごいギアっていう意味っていうよりは、この馬の中でなんかもう一段階なんか、ね、ギアがあるっていうか、 あの、ぶっ込みのタクであのね、タクちゃんがあの、アモー君の残したあの、ルシファーズハンマー乗った時に、幻の6足に入るじゃないですか。<laughs> あの感じあの感じですね。その人なりの幻の6足みたいな。で、2走前、あの、直線でね、サンストックトーンが迫ってきて、結構ギュンって伸びたんですよね、サンストックトーンがね。伸びて並んできた途端に、ギュンってこっちも再加速して勝利しているんですよ。 前走に関しても、レインフロムヘブンがね、差し切る勢いで伸びてきたんですけど、もう、勝つと思いますよ、見てて。レインフロムヘブンがね。勝つと思ったんですけど、並んだら、もう一回ね、その、同じ脚、あの、同じ足色。はい。この同じ足色っていうのは、レインフロムヘブンとですね。だから、後ろから猛追してきて加速してきた馬と同じぐらいの足色になったら負けようがないじゃないですか。なんかそういう形の粘り込みをするということで、抜かさせそうで抜かさせないっていうね、 そういう強さに長けている馬だなと思うんですよ。で、今後すごい楽しみな馬ですし、ちょっとこの世代でなんか遅れてきた怪物感もなんかなくもないなっていう、僕の中では。あるんですけれど、あるんですけれど、その点がですね、その特徴が、まあ、えー、32週ぶり、休み明けであるっていう点ですよね。半年以上ぶりであると。あとはこれまであった反路がない、えー、美保の反路のことですけど、 バトルボーンはですね、まあ基本的に、あの、まあ反路調教だけの時もありましたけど、基本的にはウッドと販路の組み合わせ、えー、ウッドで追い切って、販路で、まあ,あの遅めの時計使ったり、早めの時計使ったこともありましたよね。一生クラスの時なんていうのは販路も56.5秒、ウッドもしまい11.7みたいな組み合わせでしたけど、まあ、あのー、現状ね、反路がないわけですよ。見本の販路が工事中で。それがないっていうことと、休み明け。このダブルパンチなんで、それがどこまで影響するか。 まあ、あの、その、さっき言った最後の最後のね、その、幻の第6速にカチャって入らないパターンがあると、入らなければ、まあ、ここ2戦2着だった可能性もあるなっていう馬になってしまうので、そこがね、どうなるかですよね。だからこれもちょっと追い切りを見たいかなと思います。理想的にはどうでしょう追い切りを見るときに、なんでしょうね。え、まあ、バトルボーンが例えば先行して、そのまま先着するとか、そういう追い切りじゃなく、 あの、形ですかね。要は、あの、後ろから追いかけて先着した馬の方が当然先着の価値ってありますけど、バトルボーンに関しては前に行ってて後ろから詰められた時に、調教でもあの修正っていうかね、同じようにちょっと並んで来られたらヒュインって、スンっていく、あの感じあれをなんか調教でも見せてくれたら、買いたいです、めっちゃ。 うん。なんで、これもね、調教待ちというか、調教のねあ、なんだ追い切りのタイム待ちというか、僕にしてはもう相当珍しく、あのー、映像待ちです。はい。馬が走ってる姿見てもわかんないから数字でやってんだよっていうノリでね、あの、僕、このチャンネルやってるじゃないですか。追い切り判定もそうです。でも、それでもまあ結構ああやってね、先週みたいに後輩等が当たるので、まあ皆さんもちょっとね、応援してくださってるような感じはあるんですけど、今週のこの馬に限ってはちょっと映像みたい。 それぐらいレースであの特徴を見せているので、それがもし状況でも同じようなことが起こっているのであればっていうとこですね。だからタイムはあんまり関係なく、その部分をね、チェックしてみたいなと思っておりますで。ちょっとね、いつもと違う部分なんですけど、あの意味のありそうな数字ということで、七夕賞だけの話とはなるんですけれども、過去10年データとかね、まあ、意味がないものが多いと。 前走3番人気はよく勝ってるとかね、そういうものってたくさんあるじゃないですかで。そういうものは僕嫌いですよっていう話はずっとしてるんですけど、七夕賞のまあ過去10年の結果として意味がちょっとあるのかなっていうものが一つあって、それを少しだけ紹介したいなという感じなんですが、やっぱりそのポジションを取った馬の好成績は目立つレースでもあるということからか、偶数馬場の方が成績がとてもいいんですよね、極端に。はい。で、これこの過去10年の成績なんですけど、まあ、76頭、76頭いて、 偶数マ板が、えー、発祥2着6、3着6なんですよね。で、奇数が、まあ、当然、えー、1着2と2着4と3着4とかなり違いますよね。これね。 母数が同じで10年。まあ、それでも頼りない数字なのかもしれませんが、ここまで偶数の馬の成績が良いというのは、割と、えー、ポジションを取っている馬が高成績を出しているというところ、このコースの特徴とかには合ってくるのかなっていうふうには思うので、これだけはね、少し気になりますね。ただ、本当少しですかね。あの予想の決め手とかにはならないと思います。はい。あの、僕が自分が、あの、調教とか、クッションとか、まあ、自分の指数とかいろんなものを見ながら、 買いたいなーって思った馬が偶数馬場に入ってくれたら嬉しいかなっていうところだったりとか、あとはもう本当にもう全く同じぐらいのオッズで、全く同じぐらいの自分の中の評価をしてる馬で、どっちか一頭取れって言われた時に、じゃあ偶数馬場の方届いた方がいいのかなっていう、それぐらいの話でしかないんですけど、まあこれはね、あの今回ちょっとあの極端な数字なので紹介させていただきました。 で、あの、一個ね、今週の予定なんですけど、あの、プロキオンステークス、はい、クッション値などの話当然ないので、ダートなんで、ちょっと対策動画の方はなしでいいかなと思いました。はい、で、時間が許せば追い切り判定動画はアップということで、まあ多分正確的にアップすると思います。こうやって言っててアップしなかったことほぼないので、あれなんですけど、まあその中で完結するかなっていうとこですかね、話がね。はい、追い切り判定動画、 であのまあ、見てくださった方は分かると思いますけど4項目あってうち3項目がまあ印打っていくとこで,で最後その馬について話すっていう部分を設けているのでまあ、うん、そうですねプロ級に関してはもうそれでいいのかなと思いましたわざわざここでやる必要ないかなというとこですねはいであとはですねあの明日火曜日の予定ではあるんですけれど、まあ、予定は未定なんであれなんですが 上半期のねあ、違います。下半期のスタートということで、ちょっと特別馬券予想ネタ動画っていうのを一本アップさせていただこうかなと。重症とか関係なくね、えー。で、結構面白い内容になっておりますし、競馬初心者の方から、えーま、競馬のベテラン、馬券のベテランの方まで、ちょっと見ていただけたら面白いなっていうところで、えー、作った動画で、簡単な内容なんですけどね。はい、それアップしますので、ぜひね、あの、ご覧になってもあのいただけたらなと思います。チャンネル登録しておけば、あの、うちのチャンネル更新した 時にあの通知なんかの youtube のベルのところにね、えー、更新されましたよっていう通知が出ますのでぜひなんかチャンネル登録なんかもしておいていただけたら嬉しいなと思っておりますはいそんな感じでお届けしてまいりましたね、えー、と競馬本の著者やっております竹内と申しますはいあのー そうなんですよ。こんな感じでね、だらっとやってます。まあ、多分ね、先週の結果もあるし、先々週からの流れで言った初見さんも多いと思うんですけど、画面に書いてあるのは、文字だけ見てもらっても完結するんですけど、まあ、割とね、そこを、まあ、ちょっとあの、砕いて喋ったりとか、なんか余計な話入れたりとか、だらだら喋ったりとか、そういうことやりながら、言いながらですね、えー、やっていくチャンネルちゃん、やっていくチャンネルっていうか、僕自身がそれが好きなので、そうやってやらせていただいております。はい。亀仙人に憧れてるんで、ドラゴンボールの。 うん、なんでやっぱそのあんまり気合を入れすぎずね、やるときはやりますけどね、バシッと予想しますが、えー、っと、ま、無駄なことに意味があるんじゃないのかなっていうところであったりとか。 もう常に気を張ってちゃダメだっていうところですね。はい。だから、ベジータみたいな、えー、方もいると思うんですよね。競馬の予想をやってる時にね、えー。でもやっぱね、あれは遊びがなさすぎるし。えー、で、悟空みたいにですね、あの、オーラはもう馬券変えたら嬉しいぞみたいな。勝っても負けても嬉しいぞとかになっちゃうと、もうこれただのギャンブル中毒になってしまいますので。やっぱね、僕の中でちょっと亀仙人、うん、リスペクトっていう感じで生きてますから、こういうね、ちょっとだらーっとした感じでやらさせていただいているんですけれども、まあ、 何て言うんですかね。えー、っと、まあ、この感じでやってきて、これだけ成立しているので、まあ、特に問題ないんじゃないかな、たまにね、思うんですよ。もっとカチッカチッってやっていった方がいいんじゃないのかな、っていうね、ところも。えー、YouTube とかで、ま、他のジャンルとかのハウトゥー動画とかね、なんかその、なんでしょう。 なんかの紹介動画とか見ているともう皆さん本当にもう遊びがなくてカチッカチッってやってめちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。で、あれと比べたらやっぱりね、うちのチャンネルのこの競馬の話っていうのはめちゃくちゃわかりにくくなる時もあると思うんですよ。うん。僕がね、楽しくなっちゃってこの馬がこうでね、こうでね、で、こうでこうでとか、で、これでここに大きな矛盾があるんですよとかってさっきもあの、<laughs> えっと、何でしたか、フェングロっていうのところで言いましたけど、 人によっちゃはね、初見で見た方で言ったらね、どこに矛盾点があるんだろうとかっていうと、分かりにくかったりすると思うんですけど、僕はなんかね、そこを伝えたいし、自分も楽しいからっていうところで、ちょっとね、あの、なんでしょう、えー、無駄な口が増えたりとか、無駄な言葉が増えたりとか、そういうことしちゃうんですけれども、そこにも意味がありますよっていうね、そこの意味に嗅ぎつけてくれた人、そこの意味を嗅ぎついた人、 なんだえぇ、ー、家具ですね。鼻で家具。鍵ついてくれた人にとってはですね、なんか有意義なチャンネルなんじゃないのかなというところで、はい、やっております。はい。えっ、ー、と、まあ今回初見だった方はですね、これに懲りずに、またの追い切り判定動画とか、さっき言ったの火曜日にアップする、明日アップする予定の動画、そちらも見に来ていただけたら嬉しいなと思います。はい。えっ、ー、と、明日アップする動画はそんなに横道それませんので、はい。それる、なんか、それる遊びがそれこそないような動画になっちゃったんですけど、 ま、それはそれで、あの、内容、結構ね、面白いと言っていただける自信があるので、ぜひね、見に来てもらえたらなと思います。ということで、まあ、夏のスタート最高の形で切ったので、まあ、このままちょっとイケイケでいきましょう。はい。最終的にはもう夏バテしてボロボロになるかもしれませんけど、まあ、いいんじゃないですか。えー、せめてせめてね、えー、チャレンジしていきましょう。ということで、竹内した。竹内でした。バイバイ。